なんと福井県敦賀市が全保育園に防犯カメラを設置すると決定したみたい。これはどうも猥褻行為の問題を受け決定したようなんだよ。では報道内容を見てみるね。福井県敦賀市内の私立保育園で元保育士が園児に猥褻行為をした問題を受け、市はモニターカメラ計67台を市立10保育園に設置する。元保育士は同僚らがいない時を見計らって昼寝部屋で猥褻行為をしたとされる。昼寝の時間も原則保育士が最低2人1組で業務に当たることになっているが、園児のトイレ補助などで1人になることもあるという。このため市は昼寝部屋に監視カメラを設置し、事務室などで確認する。保育士による問題行動の抑止につなげるほか、就寝時の事故防止にも役立てたいという。録画もするとしている。予算案が可決されれば今週頃から運用を始める。なんか大変な時代だよね。だって保育園児に猥褻行為だよ。考えられる？普通に信じられないんだけど。でもネットでは学校にも監視カメラをつけてほしいとの声も一部あるようで、学校でも猥褻行為が行われている実情があり、いじめの防止にもつながるので学校への監視カメラの設置を望む声も多いようだよ。なんだか情けない世の中だよね。でもこのネットの声にもあるように、猥褻行為が一番横行しているのは学校だもんね。教員が生徒に猥褻行為で逮捕、そんな事件をよく耳にするでしょ。だからこの前、教員による児童生徒への猥褻行為を防止する法案、猥褻教員防止法案が成立したんだよ。日本の教育者は一体どうなってるの？猥褻目的で教師になってるの？心底呆れるんだけど。でもなんだか、そのうちすべての保育園、幼稚園、小学校、中学校、高校に監視カメラ設置が義務付けられそうじゃない？それに最近街中にも露出狂が増えてるから、外のあちこちにも監視カメラが設置されたりして。でもそうなるとまるで中国みたいになっちゃうよね。大丈夫なの？日本